はい、どうも皆さん、こんにちは。改めて、サラタバダンススクールやってまいりました。いやー、ということでですね、さあやってまいりました。今回ですね、BE:FIRSTからレオくんのシャイニングワンを見ていきたいと思います。収録ボタンを、はい、というところで、もう太陽のようなレオくんのパフォーマンス、がっつり見ていきましょう。さあ、早速参ります。まずですね、16秒から参りましょうか。高低差が素晴らしいというところでございまして、体が大きい方なんですけれども、下を取るのがうまいなっていうふうに思いまして、ドン！まずこの低さですね。この高さ、低さドンっていうところで、膝足の広いそのスタンスの取り方っていうのがやっぱりうまいなと。運動神経もすごくいい方だと思いますし、その体の使い方、基本的なダンスにおけるスタンスの取り方、ポジションが全部やっぱり綺麗なんですよね。レオくんのその動きを見ていて、本当にこう体の使い方がうまい。ダンスだけじゃなく、あらゆるスポーツだったりとか、競技だったりとかに、なんか通用するセンスというか、感覚値みたいなものがあるんだろうなっていう風に、ちょっと見てますね。体が上手い、使い方が上手い人の使い方をしてるっていうところですね。さっ、パッ、ドン、タッタッタッタ、シャカシャシャカシャシャ、タタタタタタタの時に髪の毛もしっかりクククククって揺れてて、ここは首元とこのお腹をクッとこう一個、パイプみたいな感じでガチッと固めるんですね。で、お腹、腹筋にちょっと力を入れながら、カカカカカカカっていう風に落ちていくというところで、マナトくんとか、上にククククって上がってくじゃないですか。そことはちょっとまた使い方が変わってくるというか、下への意識っていうところのアクセントっていうところの、一個一個の表現力っていうところも素晴らしいなっていう風に思いますね。めちゃくちゃ上手いですね、やっぱレオくんもね。はい。で、からのですね、追い越されていく日々ですね。29秒見ていきましょう。ここはもうね、たまらんでございますね。はい。追い越されてく日々に、なんかこう追い越されてく日々っていうのを追い越されてく日々っていう風に、どん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 その自分が後ろに行っちゃってる感じですね。あーっていう、自分がここにいるんだけども、周りの人たちはどん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 先に進んでるから、自分が後ろに下がっていくかのような感覚を覚えるわけじゃないですか。っていうところで、その追い越されていくっていう、その後ろに自分が下がってってる。で、人をここでポトポトポトっていう風に指で歩いてる人を出してるんですけども、この人もちゃんと下がってるわけですよね。で、もう一回後ろに行くっていうことで、後ろに僕は下がってっちゃってて、みたいな、その追い越されていく日々でっていうのが、ちゃんとここで表現されているっていうところで、多分、これは振り付けというよりかは、その、レオくんの中で編み出した動きなんじゃないかしらっていう風にちょっと思ってる部分はあるんですけども、分かりやすいですよね。こういうところを使っていく、追い越されていく日々にっていうのを自分のパートで歌いながら、しかもかつそれを具体的に表現していくって意外と僕難しいと思うんですよ。皆さんもそのここがもし自分のパートだったとした時に、追い越されていく日々にって歌いながらどういう表現しようかな、自由にやっていいですよって言われたら何やるかなってなった時に、僕これは結構画期的だなって思いました。後ろに歩いてくっていう、ああうまい、普通にそのフリースタイルとしてうまいなっていう風にちょっと思ってしまったところがあって、結構感動してます。ここナイスです。はい。でからのですね、45秒、1分の45秒ですかね。ちょっと先に行きますね。ここがね、また僕のちょっと好きなポイントだな。まじしゃべまじしてイエイエナナナナナハッテ、最高ですね。なんかこうレオくんが近づいてくるんですよ、ここってまずここのちょっとね、後ろ側にいます、近づいてきます。ここで全てのこうこちら側の警戒心を解くというか、レオくんが近づいてきた時に身構える人いないんじゃないのかなっていう風にちょっと思っちゃうぐらい、心を許してしまうこの笑顔と雰囲気というか、こうやってもし仮にですよ、街で対向車線というか、反対側からレオくんがこうやってやってきた時に、多分こうやって近づいちゃうんじゃないかなみたいな、こうやって手を広げてって思うんだけど、どう思います？いや、そのぐらいなんかこう見ていて親近感が湧くというか、一アーティストの方ではあるんですけれども、どこかこう我々に近いその感覚というかフィーリングみたいなものも見せてくださるっていうところがあるので、ちょっとそういう意味で言うと特殊というか、レオくんにしかやっぱこれ出せない良さなんじゃないかなっていうふうに思ってるところもあって、ここ見た時の印象として、やっぱり BE:FIRSTっていうそのチームの温かみというか、なんだろうな、シャイニングワンっていう曲の温かみというか、
背中を押してくれる感じみたいなちょっとありますよね。背中を押すっていうかもう共に一緒に歩いてくれるぐらいので、ここでちょっとねウィンクをしてくださるところ大丈夫だよって言ってくれてるような感じがこう伝わってくるので、これは本当に完全に深読みなんですけども、レオ君のそのなんか思いみたいなところが全部こう全部出てるって感じ。1分の55秒を見ていきましょうかね。レオ君のそのダンスのダイナミックさ、ちょっと次でも見るんですけど、いつもアンバランスツンツチャ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 、とりわけ僕その腕を使っていくところの横の位置っていうので、肩のラインぐらいに基本的に腕が出てるっていうところですね。まあ意図してちょっと低めに踊る時もあるはあるんですけども、ここ高さですね。もうジョーダンみたいなポーズになるんですけど、スタイルいいですよねやっぱり。アンバランス、ここもなんかこう狭すぎないというか、パッて普通に撮った時のやっぱここの幅が広いですよね。でここ手書いてるところの広さで、横の広さ、ここの肘とここの手っていうところでファってこう取った時、こっちグーかファって取った時の端から端までの距離感っていうものがやっぱりすごく大きいので、爽やかに笑顔で踊ってはいるんですけれども、まろやかさはあるんだけれどもやっぱパワフルっていう。でここの位置キープしていい表情で上がってく。でここの回し方も僕ね結構好きなんですよ。でナンバーワンの後のこの手元の高さ、ここは手をリラックスして振っていくんですけど、リラックスした状態でここまで取れて、ここから感じてドンっていう風に入ってくるんですよね。だからこの高さからの、この前の話だとシュント君の時に言ったかな、ここからスーっていう風に行くあの流れっていうところで、上がってる手がそのまんま次のダンスにこう生きてくるっていうところなので、この軌道がやっぱり僕はレオ君の中の武器になってるんじゃないかなっていう風に思うところはありますね。ここのビーダーワンの部分で僕めちゃくちゃいいなと思ったのが、この膝の曲げ方なんですよね。どんどんビーダーワンっていうところで、ここのまあ胸の位置でこう深くドルンドルン取ってったりとか、あとはドーンっていうこのアクセントの揺らしにすごく力があるよねとかっていう、いろいろな皆さんのこの特徴みたいなところがあるんですけども、レオ君のところで素晴らしいなと思ったのは、その膝を使ってグッグッっていう風にこのクッションを使っていくところなんですよね。これがダイナミックさにつながっていて、グッ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 っていうところで、本当に一回一回のその膝の伸縮っていうところをめちゃくちゃ大事にして踊ってる。でここのゴーインゴーインゴーインも手の位置が低いんじゃなくてすごい上で書くので、低いこの乗り合ってから今度上で取っていくっていう風にちょっとまた見せていくそのフェーズ、エリアっていうところをこう変えていくというか、でこの高いところで取るので、ここのシルエットもかっこよくなるし、かつダイナミックさもすごく生まれてくるっていうところがありまして、でさらにゴーインゴーインゴーインのところでしっかりと頭を描くときにこの肘が高くこう上がってくっていうところですね。こうやってね、頭でこう手だけで描くんじゃなくて、やっぱこう肘からこういう風に動かしていくところ、今すぐの表情、ビーダーワンの今のこのビーダーワン横に開いたところのこのワイドで、僕が好きなのがこの手元の返し方で、これねやばいんですよ。ビーダーワン、ここからこれです。ちょっと大きめに返してパッっていう風にワンを取るんですけど、ビーダーワン、ビーダーワン、この手の出し方がめちゃくちゃ大きいんですよ、書き方が。で大きく書いて確かにカチっていう風にこう見せていくところの細やかさというんですかね、めちゃくちゃ綺麗な、その軌道の描き方と、その両手の使い方、回し方がすっごく綺麗なので、僕は字が綺麗なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここまで繊細に大きく優雅にここ取れるって、結構すごいなっていうふうに思っちゃったんですよね。所作がすごく実は綺麗な方だなっていうふうに見ているところがありまして、ダイナミックな部分に対して今度じゃあちょっと小さめに意識して、レオ君がちょっとここは小さめに動こうって思った時に出てくるその質感っていうのも素晴らしくて。これですね。この首の傾けと手の傾けと膝の入り方と同じ
角度分だけ全部が一緒にこう動いていくっていう、この精密さというか、ここまでトップが高いのに、そのダイナミックなんだけれども小さくその質感でっていう風に見せていくところのうまさというか、こういうところにやっぱそのダンスのスキルの高さ、基礎のそのベースの部分のうまさみたいなところを感じますね。めちゃくちゃうまいなっていう風に思います、ここら辺とか。で、からのですね、2分の32秒ですかね、ちょっと見ていきましょう。ここね、頼もしいポイントでございまして、これです。この足のスタンスの広さ、ここ見ていただくと、レオ君の高さってやっぱ他の方たちの高さと基本変わらないんですね。で、なんであれだけ大きい方が皆さんと同じ位置に取れるっていうと、腰をここまで低く落としてるかと。で、なんで腰をここまで低く落とせるのっていうと、やっぱりがっつり足元を開いていて、膝を外に大きく開いているからっていうところで、この頼もしさというか安定感っていうものは、すごくチームの中の全体のパフォーマンスのレベルを底上げするっていうのはあるんじゃないかなというふうに思っていて、BE:FIRST のパワフルな部分、大きな幹みたいなところはちょっと担ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それは見た目的な問題で。強いです。ここ強いです。本当に。こういう方がやっぱチームにいると、全体的に、その、細くならない。パフォーマンスが。すごくスピード感もあって、切れ味もあるチームだと思うんですけれども、ガタイで言うと、めちゃくちゃじゃあ皆さんムキムキマッチョマンかっていうと、まだそういうところではないと思うんですよね。っていう風になった時に、レオ君みたいなタイプの方がいると、やっぱり一味、こう、重さが1オンス増えるというか、ズシッと来るよねっていうパートが、より際立つんじゃないかなっていう風に思ってるところはあります。からのですね、2分の42秒ですね、支えるダンスというところでございまして、ここはダンスブレイクのパートですね。ドンツカッタカツカツカッドンツカっていうところで、マナト君の後ろにサクリサクリという風に見えてきます、レオ君でございますけども、ここって、まあ正直被ってるんですよね、列で言うと。なので、がっつり見えてるかというと見えてるわけではないんですけれども、要所要所でその表情が見えてきた時に、しっかりこう前を見据えているっていうところと、自分がもしセンターに来ても同じ表情で踊れるよねっていうところ。ダンスブレイクの部分なので、後ろにいるってなった時に、そんなに表情とか見えないんですけど、でも、いつどの角度から見られててもおかしくないよね。だから、どこにいても僕はこの表情でやるよっていう踊り方ができているので、結果的に後ろまで前の人と同じだけの質量のパワーがこう光って見えてるっていうところがあります。これがたまーに、まあ、ちょっといいかっていう風になってしまうときに、後ろの人の光がちょっと弱かったりとかすると、前の人のその勢いっていうものが後ろまで伝わりきってないときがあるんですけども、このソータくんのパワーっていうものに対してしっかり後ろのレオくんまでそれが波及してるよなと。だからこれ全体で見た時に束になった時にものすごいその光を発してるよねっていう風に見えてくるところがあって、実は大事なのってセンターにいらっしゃる方もそうなんですけど、後ろの方にいる方がどういうダンスをしているのかっていうのも非常に大事になってくるところになるわけですね。で、ここ後ろでちょっとね表情を撮ってますけども、ここのフレックスの部分、いい顔してるんですよというところです。どんなところでもちゃんとこうダンスを楽しんでるっていう姿で、姿を見せることができる、モチベーションを保つことができる。本当に素晴らしいと思います。タイプですね。もう人のそれぞれの性格とかタイプによって意外とこう変わってくる部分はあるとは思うんですけども、ただこうレオ君の良さっていうのは、どこにいても絶対にこう輝く、どんなポジションだろうが、どれだけ後ろにいようが絶対に輝くっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるところですね。はい。で、からのですね、3分ですかね、最後までしっかりということで、ここここれです。この一番最後の最後まで、ここのアーチというか丸というか空気をキープし続けるのすごいなって思うんですよ。ここまでの細やかさ、最後まで。ああ、すごいですね。なあなあにならない。最後の最後までやりきってる感じが。で、このポージングですよ。ちょっとベルサイユのバラに出てきそうな。このつま先の
すり方、このつま先の立て方、このため方、ビーダーワー、はいっていうところですね。もうなんか全てのモーションがすごく美しいのよ。なんかね、僕だからそのレオくんというそのキャラクター、テレビとかで見てるあのニコニコしたその明るい雰囲気とのイメージからちょっと意外だなっていう風に思うところはこういうところで、すごく繊細というかマメな方だなっていう風に思うわけですね。あの手の返し方とかもそうなんですけど、超丁寧だし、超こう隅々まで一個一個丁寧にこう拭き取る感じというか、いいですね。ここ最後大きくないですか？ここが、これが、これ好きです。いや、すごいですね、本当に。はい、でからのですね、見ちゃうよねということで、3分23秒ですね、これラストになります。これですね、しゅんとくんとこう顔を見合わせる感じ、これはしゅんとくんがいくら見てても、あのレオくんが見てくれなかったら見てくれないわけじゃないですか、っていうところでちゃんとこう自分の後ろに意識を向けるっていうか、後ろを向いてあげるこのレオくんの感じで、この最後にこう満遍の笑みになるというか、現場を本当にこう楽しんでいらっしゃるなっていうところも感じますし、これがそのなんかチーム内におけるその彼の良さなんじゃないかなっていうところも感じますね。はい、という感じで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか、ということで、こうやっぱり明るさ満点というところで、なんかこう BE:FIRST の中でもとりわけ太陽みたいな方だなっていうふうに思うところもありますけれども、まあ同時にその心の繊細さというか、心の中のその柔らかさみたいなところと、人柄の良さみたいなところから出てくる、パフォーマンス一つ一つに対するそのトゲのなさといいますか、これはやっぱり見てる人たちにすごくこう心を開かせてくれる、ステージができる方なんじゃないかなというふうに思っていて、エンターテインメントっていうものはやっぱりこう、いろいろな人たちがいて成り立つところはあると思うんですけれども、レオ君みたいなタイプな方が一人いると、やっぱりちょっと落ち着くというか、いいクッションになるというか、そこが多分 BE:FIRST っていうチームが新しいチームでありながらも、ここまで多くの方たちの目に留まって、その方たちの心を掴んだっていうところの一つの要因にはなるんじゃないかなっていうふうに思っているところはあります。で、パフォーマンス見ていた中で、一つ一つのやっぱりその所作の美しさというか、丁寧に一個一個をこうクリアして踊っていくっていうところに、その性格の真面目さといいますかね、几帳面さみたいなところも感じているところもありまして、まあどこまで几帳面かとか、実際には分かんないんですけど、ただ僕のこうダンスを見ている印象としては、本当に好青年というか、素晴らしい方なんだろうなっていうところを感じているところでございます。という感じでいかがでしたでしょうか。リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、つい。